これは、あ、今日から？今日から始まってるんだ。ありがとう。それのやつかな、さっき。それですか。ありがとう。ハートフルクッキー。ありがとう。ありがとう。バレンタイン。かわいい。これ、ギフト。対象ギフト。かわいい。ありがとう。今度は何も、今度は。メンバー向け特典、これか。おお、スクロールしちゃった。ゴール1が達成したルームにはメンバーの名前入り2022バレンタインアバターが実装されます。名前、あ、これか。かわいい。くまちゃん。くまちゃんの。で、メンバーの名前が入るんだっていうアバターに。コイン。ゴール2が好きな高級スイーツを選べるギフト券をプレゼント。高級スイーツ、なんだろう。最近フルーツ大福は食べてみたいんだよね。いちご大福は食べたことあるけど、みかんとかキウイのやつが食べてみたい。入ってんのかな、高級スイーツって。 どんなのかわかんない。で、視聴者ギフトランキング特典が、500位以内の視聴者にはレインボースタープレゼント。さらに1位から5位に輝いた視聴者にはショールームオリジナルデコチョコと推しメンバーにお揃いのチョコをプレゼントする権利を。どういうこと？お揃いのチョコをプレゼントする。獲得した視聴者のニックネーム入りカードも同封されます。だって、あ、このチョコレートかわいい。なんかピンクのクマちゃんで、天使みたいな、エンジェルみたいなやつ。推しメンバーにお揃いのチョコをプレゼントする権利。お揃いのチョコをプレゼントする権利だって。 みかんって高級か。なんか前にもなかった、前のさ、なんか前のさ、なんだ、イベントみたいな、こういうイベントでフルーツ大福みたいな、ああいうの、ああいうの感じのが入ってるのかな、わかんない。なんかあったけど、ちょっと入ってたかわかんない。チョコなのかな、わかんない。そう、いちご大福はさ、いちご大福は結構売ってるじゃん、普通に。でも他のフルーツ大福ってなくない？あんまり。なんかそういうお店に行かないと。そう、だから。いちごしか食べたことない。気になってるけど。お揃いのチョコってファンの人がチョイスできる。お揃いのチョコは。なんか書いてた。お揃いのチョコだから多分これじゃない？このなんかさ、1位から5位に輝いた視聴者にはショールームオリジナルデコチョコと、だからこれをなんかメンバーにお揃いのチョコをプレゼントする権利だから、このショールームオリジナルデコチョコと同じものがメンバーにも送られるってことじゃないかな、多分。そういうことだと思う。
挑戦するの、挑戦したい。え、なんかそんなあれだっけ、なんていうの、ショール、フルーツサンドの最近な感じする。フルーツサンド、どっちが先なんだろうね。なんかめっちゃ流行ったの。でもどっちも同じぐらいじゃない？多分あんま覚えてないけど、フルーツサンドも流行ったよね。なんかめっちゃ可愛い見た目のやつ、お花の形のみたいな、流行ったよね。チューリップみたいな、いちごとキウイ使ってね、チューリップみたいな形のやつとか流行ってるね。わかんない、どっちが先かわかんない。生クリームが苦手な、生クリームはでもものによる。なんかめっちゃ甘いやつはそんな好きじゃないけど、まあ、ケーキ屋さんのやつ、ケーキ屋さんにもよるけど、お店によるけど、 そんなに甘くないやつが好き。なんかスタバのクリームみたいな、あんなクリームが好き。あんま甘くないじゃん、スタバ。わかるかな？フラペチーノに乗ってるクリーム、ああいう感じのやつが好き。フルーツ大福何が好き？フルーツ大福はいちごしか食べたことがなくてわかんない。いちごしか食べたことない。ありがとう、たくさんクッキーありがとう。裏のチャレンジでチョコもらえた。あ、皆さんチャレンジね、チャレンジからチョコがもらえるので、無料のやつがぜひ投げてください。投げてくれると嬉しいです。チャレンジから受け取ります。なんか甘い生クリームも普通に好きだけど、美味しいけど、そんなたくさん食べれないっていう意味ね。なんか嫌いってわけではない、なんて言うんだろう、食べたくないっていうわけではなくて、普通に美味しいと思うけど食べて、なんかショートケーキみたいにあんなたくさんはいらないって感じ。塩系が好きな、いや普通に甘いのも好きだよ。甘いのも好きだよ、甘いのも好きだけど、その生クリームがだけ別の話だって。っていうこと、なんて言うんだろうな、めっちゃ甘い生クリームとかもあるじゃん、美味しいけど、確かに美味しいんだけど、そのなんかショートケーキほどいらない。スタバのホイップみたいな、あんな感じの甘さのやつだったら、そこまで甘くないやつだったら全然いいんだけど、むしろそういうのだったらもうショートケーキでも全然食べるんだけど、なんだろうな、めっちゃ甘いやつとかだったらショートケーキちょっといいかなってなる。少しだったら美味しいけど、カスタードクリーム、カスタードクリームは好き普通に。生クリームだけの話ね、これは。他のクリームは別に。違う、別の話それは。スタバのホワイトチョコまだやってたらいい、そうなんだよね、やってたらいいんだよね。もう終わってんのかな。でもさっきさ調べてみたらさ、なんかもう終わってるってところもあるからさ、売り切れてるみたいな、終わってんのか分かんないけど売り切れてるみたいなところもあって、まだ残ってたらいいな。そう行きたいけど。どうしようか悩んでる。でも飲みたいんだよね。お店によるのか、そうお店によるスタバの期間限定のやつは、スタードクリームと生クリーム両方入ってるシュークリームとか美味しい。いやカスタードクリームだけのシュークリームのが好き。生クリームはいいか、
あんまり甘くないやつでもカスタードクリームだけのやつが好き。その店が売り切れじゃなければ14日までだね。ホワイトチョコ、そうそう、私も調べたのさっき、14日までだけど、でも大体残ってないじゃん14日まで。そうだから売り切れてそう、14日にはもう。行きたいけどな、どうしようかな、いつ行こうかなって感じ。早くしないと売り切れそうだけど、そうどうしようって感じ。あと1週間、あと1週間じゃん、来週の月曜。でも絶対残ってないから、これまでは今週中に絶対行った方がいい。行きたいんだったらどうしよう、迷う。飲みたい、飲みたいけどめんどくさいんだよね。めんどくさいんだよね。お店まで行くのが。そんなに飲みたいのになんで今日まで行かなかった。いや違うの、タイミングがね悪かったの。ずっと行こうと思った、なんかお店が近くにあった時毎回なんかこれからご飯行くみたいなとか、もうさっきご飯食べたとかばっかりで、本当にタイミングが悪かった。行こうとは思ってたんだけどね。いや発売日の日もう、本当は行こうかなとか思ってたけど、そうちょうどそうなんか普通にご飯食べに行ってめちゃくちゃお腹いっぱいで無理だってなって行かなかった。そう、大体そのスタバの近く通るときいつもそんな感じで。気づいたら今日だった。行こうと思ってたんだけど、最近はそうレッスンとかがあったから、レッスンの前はそう朝とかもあったから、昼お昼の時に確かに行けたけど、 それだったらさもっとさ余裕を持って行かないといけないわけじゃん。スタバに寄ってから行くっていう時間考えて、だからそのレッスン終わった後かなと思ってたけど、レッスン終わった後もその夜までしてたりとか、あとお弁当食べちゃったりとかで普通にお腹空いてなかったり、夜でいやもう空いてないみたいな時もあったし、だから行けなかった。タイミングが悪すぎる。行きたいけど行くのもめんどくさいけど飲みたいんだよね。お弁当持ち帰りすればよかったんだよ。でもさ帰ってお弁当食べるんだったらさスタバ買わないでよくない。スタバ買わないでよくない。帰って持って帰って食べるんだったら別に、それでスタバじゃないわ、お弁当食べて帰るときはそのレッスンの休憩の合間に食べるか、その自分が出てない曲リハーサルとかさレッスンとかの自分がその参加してない時に休憩の合間に食べるか
か、その食べて帰ってる時はもうだいたい時間が遅いから空いてないかの2択2択なんだよね。ウバイツ、そのウバイツ、あ違うの、でもけなんだかな、なんかあるじゃん、なんか剣が使いたい、もらったから。タマスタバってメニュー一緒なの？おい、タも一緒だよ、変わらない別に。大分は店舗限定ですとかないし、え使えるのかな、ウバイスとかの、なんかさそういうさ無理だよね、なんかなんかギフト券みたいなやつ、質問の券って期限あった、期限ある3月までなんだよね、私がもらってる、もらったやつ。みつをちゃんとひなこがくれた使えないよね多分、お店に行かないと。そうから、そうだから行きたいんだけどね、食べたい、どうしようか。14日までに、今週中に行こっかな。チャージできるスタバのカード、チャージできるスタバのカードは持ってない、持ってない。でもさ行ってさもう売り切れてたらが一番最悪だよね、だってもうさ今日の時点でさ売り切れてる店舗あるからさ、お金今日だけかもしんないけど、もう今日の分が売り切れただけなのかもしれないけど、わかんないけど、あるからさ行ってないのが一番最悪だよねわかんないからさ、それがあ、電話で聞く？電話で聞く？電話で聞いたことなかったないつもお店に行って見てた、確認してた。大分にウーバー、大分にウーバー、大分ウーバーなかったっけ、なんかウーバー以外もあるんだよね、ウーバーじゃなくてなんかあれ、なんかウーバーに似たやつがある、名前なんだっけ、大分で使ったことはないけど大分で使ったことない、出前が、いや出前感じゃない、なんか違うやつ、あれ置いただけなのかな、あれなんかわかんない、出前感じゃない、なんかでもめっちゃうまいにいたやつ、でも置いたも使える多分、ウーバー全体で使えるわけじゃないけど、何々 C とかで使える、なんかエリアが限られてて、ウバでウバはしたことないウバ使ったことあるの一回だけなんだよね、めっちゃ前にめっちゃ前に1回なんか大分市は使えるっての聞いたことがあるの、なんか誰かが言ってた、誰が言ってた、友達かな、何かで見たかなんか聞いたか忘れたけど、去年ぐらい、
別にデリバリーしないな。なんかしたとしてもピザぐらいあるけどね、他のやつもうなんかウーバーじゃなくてもあるけど、そのデリバリーのアプリとかあるけど、なんかでも基本普通に買いに行く。普通に買いに行く。しないですね。なんかピザも普通に最近はもうなんかちょっと前まではデリバリーっていうかそのさウーバーみたいな感じじゃなくってさ、お店がさ持ってきてくれるなんかで頼んだことあるけど、なんか最近はもうお店にまで取りなんかお店まで取り行ったりできるじゃん。お店まで取り行ったりっていう、普通にお店で予約してお店でなんか取り行ってみたいなとか、お持ち帰り、そうそれお持ち帰りなんかあんましない、取りに行った方がそうなんだよね、お得なんだよね。うん、なんかウーバーじゃないけどなんていうのその配達みたいな。あんましない、基本あんましたことないよ。ウーバーを使ったの1回だけだし。そうなんかもう普通に買いに行く。使わないな、デリバリで使わない、なぜ使わないんだろうね、わかんないけど、でもなんかそんなになんか使うほどでもないなみたいな。普通にでもなんかお母さんだけど、運転するのはお母さんとかお父さんだけど親だけど、車で行ってみたいな、そんななんかもうなんか車で1時間かかるとかだったらさすがにあれだけど、なんかもうそもそもいいかなってなるけど、そんなにかかんないし1時間もかかんないし別に。あんま使わないですね。あ、別に使わないの、普段から全然。何デリバリー使わないか、普通に車で買いに行く。だって普通にさ、だって家で食べるって言っても家族とご飯食べるぐらいだから、友達とかだったらさお店に行くじゃん。だからくつい使わないんだよね。家に一人で何か食べるってなってもなんか家にあるものでいいかなって外に行くのがめんどくさいとしても別になんか家に何かしらあるだろうしみたいな。家族が多いとねあるあるなんですけど、家になんか何もないってことは絶対ないから何かしらあるから家族が多いと冷蔵庫開ければ何かがある。コンビニとかもうコンビニすら行かないね。家でなんか一人なんかお昼ご飯とかね、そのみんな学校行っててお母さんたちは仕事行っててみたいな時でも、別に
買いに行かなくても家にあるしなみたいなデリバリーもしなくてもみたいな。常に家に何かのストックがあるから、カップ麺とかストック常にあるし、あとなんかキッチンに行けば何かがある、絶対に何かがあるから。家族多いからね、そうなるんだよね家族が多いと、お母さんがいろいろ買ってくるから、買ってきてくれるからさ、スイーツとかも、そうみんな食べるから気づいたらねなくなるの、少なかったら、そうなんかぴったりとかだと人数分、そうだから、そうなんか誰かしら食べるでしょみたいな感じで買ってくるからそう何かあるから大体、冷蔵庫開けて何もないことは絶対、なんかスカスカみたいなことは絶対にない冷蔵庫大きい、冷蔵庫普通の、でも6人家族にしてはそんなに大きくない、でも分かんないな、普通ぐらいじゃない普通ぐらいじゃない。箱アイスとかすぐなくなります。箱アイスは大体家に、冷凍庫にね2箱分ぐらい入ってるかな、常に何種類か、2、3種類入ってる本当にすぐなくなる。アイスとかね、普通が分からんし普通に6人家族、分かんないな、6人家族の大きさ、4、5人家族くらいの大きさ、何リッターなんだろう、分かんないな、こないだ買い替えてたけど、なんか小さくてちょっと大きめに買い替えてたけど、分かんないな、どのぐらい、でもそんなに大きいとは思わない6人家族にしてはそんなに大きくはない方だとは思うけど、常にパンパンだね冷蔵庫ソーダゼリーは今日じゃんせよ。ソーダゼリーはでも夏しか出ないけど、あれそもそもあれはねみんな好きだからみんなで食べる。お金持ちじゃん、お金持ちではない。お金持ちだったらね、アイスもね箱のアイスじゃなくってさ、なんか一個一個わかる、一個一個でさ売ってるアイスだよ多分ハーゲンダッツとか普通のファミリーパックの普通のアイス現代ツバラで買う、きっとそうだよ、お金持ちはハーゲンダッツだらけ多分知らないけど今日僕みたいにアイスに名前書いてそう。アイスはあんま書かないかも。そのなんかファミリーパックのやつはね、自分で買ってきたアイスとかなら書くかもだけど
でもなんかそう自分で買ったやつとか、そう自分が買ってもらったやつとかだったら名前書かないと気づいたら誰かが食べてるから書く。でもこれは多分私の家だけじゃなくて、普通に兄弟とか家族が多いところだったら多分普通だと思う。普通なんか兄弟2人とかだったらまだ大丈夫だろうけど、そう知らないうちに食べてるから誰かが。固まり方マットマーク教科軍団さん、これはくまちゃんの歌ありがとうございます。ありがとう。ホワイトボード持ってこよう。以上。多分6人、私のところは6人、6人でそれだから、もっと多いとことかだと絶対書かないと多分食べられちゃう。よし、あ、どうしよう、赤にしよう、バレンタインっぽい色ぽい。なんて言ったのに思い出したの、さっき見てたんだけど、かわいいチョコ作りクマちゃんかわいいチョコ作ってる。チョコ作りクマちゃん。クマタワリか。下ごっちゃになっちゃう。クマあのクマ難しい。クマのタワーと。カタカナにしよう。クマちゃんと。マジやった。よいしょ。ね。どうもありがとう。へい。丸いなんない綺麗に目が。あ、かわいい。はい。温まり方マンアットマーク強化型さん、くまちゃんだわ、ありがとうございます。ありがとう。
とうございます。くまありがとう。あ、びっくりした。消すのこれね、すぐ消さないとね、跡が残っちゃうんですよ。跡が残っちゃう。放置してたら消えづらくなっちゃう。マジで消しても消えづらくなる。バレンタインチョコ作って渡したことある。バレンタインチョコはでも最近はないけど、友達と作って交換してみたいな、一緒に作ったことはないけど、友達と妹たちと毎年作ってたかな。大体で学校に持って行って友達と交換してみたいなかな。いつもそんな感じだった。イベント、いつもイベントは15とかじゃなかったっけな。次の日くらいまで撮った気がする。バレンタインの違う、14だったごめん。14日の23時59分までです。いつもで友達と交換してみたいな。友達と交換するの珍しいか。え、友達と交換しないの逆に。え、逆に交換しないの。友達と交換するのは多分普通。女の子でも普通にホワイトデーに作って返すって子もいたけど。いたけどね。そう、友達にあげて、あ、ちょっと私今日作ってないんだよねって、来月返すねみたいな言ってくる子もいた、普通に。ホワイトデー、ホワイトデーに作って返すねみたいな。女の子で、女の子、そういう子も普通にいた。確かにね、そっちの方がこうもうあげ、何返す、あげるも個数が決まってるからさ、そのバレンタインとかさ、あげる予定よりちょっと多めに持っていって、そうみたいな、もう友達あげる子はもうあげてみたいなね。ね、あげる予定じゃなかった子、なんかもともと交換しようみたいな感じじゃなかった子からそうもらったら、もらったらそうなかったらさあげれないじゃん。だからちょっと多めに持っていって
い、なんか重めに持っていてって言ってた。一番気まずいじゃん。だからいつもちょっと多めに。クラス全員には助けて、クラス全員にはあげてなかったかな。そう、なんか仲いい子どうみたいな、もらった子にあげてたぐらい。交換するのが一番楽しいんだよね、バレンタインって。普通に作ってる時とかよりも。友達のもらってそれを食べるのが一番の楽しみ。え、なんか時々めっちゃ凝ってる子とかいて、なんかマカロンとか作ってる子もいた。懐かしいね。もうしないの？今年ですか？今年はする予定はないです。学校とかがあればね、友達に会うから絶対に。バレンタインの日じゃなくても前後で会うから。あげれるけど。すいね。去年作ったかな？妹たちは作ってたけど、私は作ってない。多分。作ってたっけ、覚えてないや。AKB メンバー間では遅刻交換する習慣はない。習慣は、でもなんかそのお仕事が被ればその日に近くでとか、そのバレンタイン14日じゃなくてもその前後でとかで、お仕事がその日にあれば、でメンバーに会えば作るかもだけど、そうだね、別になんかそういうのがなければ、 そこまで絶対にみたいな感じではないから。あ、55分ありがとう。時計閉じてたよ、無意識のうちに。最初のうち開いてたのに、時計のアプリ。13位から読もう。13位から読みます。13位、 C さんありがとうございます。12位、大友さんありがとうございます。11位、トッシーベビースターマンさんありがとうございます。10位、バトニーさんありがとうございます。9位、としのりさん、ありがとうございます。8位、香港の春マートマーク、京香おいしさん、ありがとうございます。7位、ジョークスノーさん、ありがとうございます。6位、にゃーこさん、ありがとうございます。変わっちゃった。13位からもう一回見ます。13位、バトニーさん、ありがとうございます。12位、ジョークスノーさんありがとうございます。11位、としのりさんありがとうございます。10位、ムムさんありがとうございます。9位、にゃーこさんありがとうございます。8位、W1 やとマーク影の守護神さんありがとうございます。7位、香港の春マートマーク強化推しさんありがとうございます。6位、ラスカールさんありがとうございます。5位、シンさんありがとうございます。4位、ラボーナさんありがとうございます。3位、佐々木俊介かっこ福岡セナ大好きさんありがとうございます。2位、元気さんありがとうございます。そして1位が
かたばりかたまん、アットマーク、京香軍団さん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日も夜かな。明日も夜配信する予定です。ちょっと今週中に行きたいな、朝は。ホワイトチョコ飲みたい。終わっちゃうから。ホワイトチョコが飲みたい。いけるといいな。てかまだ売ってるといいな、行っても売り切れてったら最悪だからさ。行ってあるといいな。行くかもまだ分かんない。いつ行くかも分かんないけど行きたい普通に。え、あさって雪なの？え、そんな寒いの？あさってって。びっくりし、びっくり。え。何時でも行ける？何時でも行ける？何時でも行ける？どういうこと？だって、え、そんな寒いんだ。モバイルオーダーすると違うの。ギフト券を使いたいの。モバイルオーダーできないだから。カード持ってないし。いや、そろそろ切れちゃうので、じゃあ明日も夜配信です。そろそろ切れちゃうので、ありがとうございました。バイバーイ。おやすみなさい。また明日。バイバーイ。バイバーイ。おやすみー。